こんにちは、ちおちゃんのお時間です。ヤシガニはヤシの実が好物なカニというイメージが定着しています。しかし実際は雑食性で口に入るものなら何でも食べます。もしそれが人間であっても、世界一周飛行中に消息を絶った伝説の女性飛行士アメリア・イアハートがヤシガニに食べられたかもしれないということが最近の調査で分かりました。そこで今回は誤解されがちなヤシガニの生態とともに、アメリア・イアハートに関するこの事件について解説していきたいと思います。ちおちゃんでは生物など世界中の興味深いことは何でも解説しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは始めていきましょう。ヤシガニはオカヤドカリ科に分類される甲殻類で、カニではなくヤドカリの仲間です。そのためまだ若いヤシガニの個体は貝殻やカタツムリの殻などを背負います。また成長するにつれてヤシの実の硬い殻なども宿として使うこともあります。大きく成長した大人のヤシガニは体に見合った大きな貝殻を見つけることが困難になりますが、他のヤドカリとは違い、生態は腹部が基沈質や石灰質で覆われ固く、カニのように覆う体の下に隠すことで身を守ります。腹部にある鰓質と呼ばれる器官は水分を溜め込むことに非常に適しており、これによりヤシガニは多湿な環境であれば空気中の水分を鰓質に取り込むことによりエラで十分に呼吸することができます。このおかげでヤシガニは陸上に特化した生活を送ることができるのです。ヤシガニは陸生甲殻類だけでなく陸上生活をする節足動物全体から見ても最大になります。オスはメスより大きく、体長は40センチメートルを超え、足を広げると1メートル以上にもなり4キログラム以上に成長するのです。2本の巨大なハサミを持っていて、挟む力は体重の約90倍であることが分かっています。これは甲殻類最強で、ライオンの噛む力にも匹敵します。日本ではその名前や言い伝えからヤシの木に登りヤシの実を岩の上に落として割り、それを食べるカニとしてのイメージが定着しています。確かに彼らがヤシの実を食べることは本当ですが、実を切り落とすために木に登る習性も確認されておらず、そのような知性もないと考えられています。またヤシガニは口に入るものなら何でも食べる雑食性で、必ずしもその主食にヤシの実があるわけではありません。彼らはイチジクなどの果物や葉、亀の卵なども食べます。生まれて間もないウミガメの子供のように足が遅いものも対象になり、2017年には生きた海鳥の寝込みを襲って食べる様子が報じられています。それどころか共食いも行い、脱皮するヤシガニを他のヤシガニが攻撃することがあります。さらに腐敗した死肉も食べ、動物や土葬された人間の遺体さえも食べたことが報告されているほどです。そしてアメリア・イアハートもヤシガニに食べられたかもしれないのです。アメリア・イアハートは1897年生まれのアメリカの飛行士で、女性として初めての大西洋単独横断飛行を達成しています。知的かつチャーミングな女性で、また自身の体験を通じ女性の地位向上のために熱心な活動を行っていたため、当時から絶大な人気がありました。このイアハートは1937年に赤道上世界一周飛行に挑戦します。一月後にはニューギニアのラエまで到着し、次にアメリカ領の無人島であるハウランド島を目指して離陸しましたが、目的地に着陸することはありませんでした。当時の天候は時折雨が降る曇天で雲が厚く、天体観測は困難な状況だったのです。また出発に際してラジオ時報が受信できず、足止めを余儀なくされています。傍受者によると燃料がなく30分程度の飛行しかできないとの発信があったとされています。イアハート機はこの通信を最後に消息を絶ちました。その後アメリカ海軍と大日本帝国海軍により大規模な捜索が行われましたが、機体の残骸や遺体が発見されなかったことから、イアハートの失踪がミステリーとして取り上げられることとなります。遭難から3年後の1940年、キリバス西部のフェニックス諸島に属するニクマロロ島で白人女性のものとみられる骨が見つかりました。しかし当時の技術ではイアハート本人のものとは特定できず、さらに第二次世界大戦中の混乱で骨も紛失してしまっています。そのため現在
調査隊が彼女の痕跡を探してこの島を調査することとなったのです。調査隊は当時ガードナー島と呼ばれていたこのニクマロロ島に彼女が不時着したと考えています。ニクマロロ島はサンゴ礁に囲まれており、これが天然の滑走路になった可能性があるからです。こうして最終的に彼女の飛行機はサンゴ礁に不時着し、死亡するまで一人でこの島で暮らしていたと推測されています。島に生息する大量のヤシガニたちを除いて、ヤシガニはインド洋、西太平洋の熱帯域の島々に分布し、日本でも沖縄、宮古、八重山の各諸島にも生息しています。彼らの生態は水中で長時間生存できず、泳いで海を渡ることはできません。それではなぜこれらの島々にヤシガニが生息しているのでしょう。それはヤシガニのメスは産卵後数ヶ月間卵を抱えたまま生活しますが、10月か11月の満潮時、波打ち際に入水し、孵化したゾエアと呼ばれる幼生を一斉に放出します。こうして幼生は28日ほど海中を漂う間、他の島にたどり着いたのではないかと考えられています。もしくは生態が漂流物に乗って他の島にたどり着いたとされています。ニクマロロ島にはたくさんのヤシガニがいますが、調査を行う昼間はヤシガニを避けるのは簡単です。ヤシガニは熱帯の強烈な暑さを避けるため、ヤシの木の木陰や巣穴で過ごしているためです。しかし夜になると状況は一変します。夜行性のヤシガニは調査隊を取り囲んでしまうといいます。懐中電灯で照らすと、その光の外側には1000匹ものヤシガニがいるのです。そのため調査隊は地面で寝ないようにしています。当時見つかったイヤハートとみられる骨は13個だけでした。成人の骨格には206個もの骨がありますが、見つからなかった残りの193個の骨はどこに消えてしまったのでしょうか。ヤシガニには英語でドドガニという別名があります。調査隊はこのヤシガニが残りの骨をバラバラにしたと推測しました。そこで彼らはヤシガニが骨を巣穴に引きずり戻すかどうかを観察するため実験を行いました。豚の死骸を島に持ち込み撮影をしたのです。すぐにヤシガニは豚に群がり、2週間以内にほとんどの肉を持ち去りました。最長で18メートルも引きずった個体もいるほどでした。こうして調査隊はイヤハートが漂流後島で死亡し、遺体は食べられ、発見された13個を除いて全ての骨をヤシガニが巣穴に引きずり込んだという結論に至ったのです。皆さんもニクマロロ島に不時着した場合はうっかり地面で寝ないことをおすすめします。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。